皆さん、こんにちは。和歌山県怪談話へようこそ。今日は和歌山県の大池遊園についてお話しします。この公園は数々の怪奇現象や事故が報告されており、夜になると恐怖の場所として知られています。心臓の弱い方は要注意です。もしこの動画が気に入ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。それでは早速始めましょう。和歌山県の大池遊園でささやかれる恐怖、実は怪談スタートです。和歌山市の外れに位置する大池遊園、かつては市民の憩いの場として親しまれていたこの公園は、今や恐怖の場所として名を馳せている。広々とした池の周りには緑豊かな木々が生い茂り、昼間には子供たちの笑い声や散歩する家族の姿が見られる。しかし夜になるとその光景は一変する。公園内ではこれまでに多数の事故が発生しており、そのいくつかは説明のつかない奇妙なものであった。ある夏の夜、若いカップルが池のほとりでキャンプをしていたが、翌朝には女性だけが奇妙な笑みを浮かべながら公園のベンチに座っていたという。男性の姿はどこにも見当たらず、警察の捜索でも手がかりは見つからなかった。他にもジョギング中の男性が突然消え、その数日後に池の中で遺体となって発見された事件などがある。これらの事故の共通点は、いずれも夜間に発生していることだ。地元住民の間では、夜の大池遊園には何かがいるとささやかれている。その何かとは幽霊であり、目撃情報も後を絶たない。池の中から手が伸びてくる、白い服を着た女性が池のほとりを歩いているなど、数々の怪談が飛び交っている。そんな中、主人公の高橋はこの大池遊園についての話を聞き、強い興味を抱く。彼は地方紙の記者であり、特に心霊現象に関する記事を書くことが多い。これまで数々の心霊スポットを取材してきたが、大池遊園ほど興味をそそられる場所はなかった。高橋は過去の事故や怪異についての真相を探るべく、大池遊園の取材を決意する。高橋は晴れた夏の日に大池遊園を初めて訪れた。公園の入り口には古びた木製の看板が立ち、かつてのにぎわいを感じさせるものだった。入り口をくぐると、目の前には広々とした池が広がり、その周りには遊歩道が整備されている。池の水は澄んでおり、太陽の光が反射して美しく輝いていた。高橋は公園内を歩きながら地元の人々にインタビューを行った。多くの人々は親切に応じてくれたが、夜の話題になると一様に顔を曇らせた。ある老夫婦は、あの池には近づかない方がいいと忠告した。彼らの孫も数年前にこの公園で行方不明になっており、それ以来夜にここを訪れることはなかったという。次に高橋は公園の管理事務所を訪れ、過去の事故について尋ねた。管理人の男性は一連の事故について詳しく説明してくれたが、どの事件も未解決のままだと語った。特に池で発見されたジョギング中の男性の遺体については、彼の顔が恐怖で歪んでいたことが印象的だったという。昼間の大池遊園は一見すると平和そのものだった。しかし高橋は公園内を歩くうちに、何か得体の知れない不気味な雰囲気を感じ始めた。特に池のほとりに立った時、その感覚は一層強まった。風がないのにさざ波が立つ音が聞こえたり、背後に誰かがいるような気配を感じたりしたのだ。高橋はこの不気味な感覚の正体を突き止めるべく、夜の大池遊園を訪れることを決意した。日が沈むにつれて公園の闇が徐々に深まり、彼の心に不安と期待が入り混じった感情が芽生えていった。夜の帳が降りると、
大池雄園は全く異なる表情を見せた。高橋は重い足取りで公園の入り口に立ち、暗闇に包まれた公園を見つめた。日中の明るさは消え失せ、月明かりだけがかろうじて池の水面を照らしていた。風もなく、すべてが静まり返っている。時折聞こえるのは、遠くからのカエルの鳴き声と、自分の心臓の鼓動だけだった。公園内に一歩足を踏み入れると、高橋は一気に冷気を感じた。まるで見えない手が彼の身体をつかみ、押し返そうとしているかのようだった。息を吸い込むと、その空気は冷たく、鋭い刃物のように肺を切り裂く感覚があった。彼は震える手で懐中電灯を取り出し、薄暗い光を前方に向けた。高橋は幽霊目撃情報が多いとされる池のほとりへ向かうことを決意した。道すがら、彼は不気味な音や影に注意を払った。背後で何かがざわざわと動く音。草むらから聞こえるかすかなささやき声。彼は何度も振り返ったが、そこには誰もいない。それでも彼の背後には、常に視線を感じた。池のほとりに着いたとき、彼はさらなる霊気を感じた。目の前の池は、まるで底なし沼のように黒く静まり返っていた。高橋は慎重に池の周りを歩き始めた。すると、突然、足元の草むらから冷たい風が吹き出し、彼の顔を撫でた。その瞬間、池の中から白い影が浮かび上がってくるのを目撃した。影はゆっくりと水面に近づき、次第に人の形を取り始めた。それは白い服を着た女性の幽霊だった。彼女の顔は青白く、目はうつろで、まっすぐに高橋を見つめていた。高橋は恐怖で身体が凍りつき、動くことができなかった。幽霊はゆっくりと近づき、その冷たい手を伸ばしてきた。その手が彼の腕に触れた瞬間、高橋は叫び声を上げ、懐中電灯を落としてしまった。周囲は再び真っ暗になり、彼は必死にその場を逃げ出した。恐怖に駆られた高橋は、翌日、さらに調査を進めることにした。彼は地元の図書館で過去の新聞記事や記録を調べ、特に大池遊園で発生した特に悲惨な事故についての情報を収集した。その中で、彼は一つの事件にたどり着いた。その事件は、20年前の夏の夜に起こった。若い女性が池で溺死したのだ。彼女の名前は田中美奈子。当時に13歳だった。美奈子は友人と一緒にキャンプをしていたが、夜中に一人で池に向かい、そのまま戻らなかった。翌朝、彼女の遺体が池の中で発見されたが、その顔は恐怖で歪んでいたという。美奈子の友人たちは、彼女が夜中に何かに呼ばれたと言っていたが、その何かが何なのかはわからなかった。高橋はさらに詳しい情報を求めて、美奈子の家族に接触した。彼女の母親は、娘が亡くなった夜のことを涙ながらに語った。美奈子は幼い頃から霊感が強く、時折見えない友達と話すことがあったという。その夜も、美奈子は何かに導かれるように池に向かったのだろうと母親は語った。高橋は、この事件が大池遊園の霊的な存在と深く関わっていることを確信した。美奈子の死を境に、他の事故や幽霊目撃情報が急増したからだ。彼は、美奈子の霊が他の被害者を呼び寄せているのではないかという仮説を立てた。この仮説を裏付けるために、高橋は再び夜の大池遊園を訪れる決意を固めた。彼は、美奈子の霊と対話し、彼女の死の真相を解明することで、彼女の魂を解放し、公園に平和を取り戻すことができると信じていた。再び夜の大池遊園に足を踏み入れた高橋は、これまで以上に重い不安を感じていた。昼間の調査で掴んだ情報をもとに、
彼は今度こそ公園の真実を突き止める覚悟を決めていた。懐中電灯を片手に、彼は心霊現象が頻発する池のほとりへと向かった。夜の公園は静まり返り、耳を澄ませば自分の呼吸音さえも聞こえるほどだった。しかし、その静寂の中には何か得体の知れないような雰囲気が漂っていた。高橋は池の周りを歩きながら、不意に背後から聞こえてくる足音に耳を傾けた。その足音は、彼の歩調に合わせて一定の距離を保ちながらついてくる。振り返っても誰もいない。それでも足音は止まらない。高橋はその場に立ち止まり、耳を澄ませた。すると、足音は止まり、今度は池の向こうからかすかな女性の声が聞こえてきた。声は風に乗ってささやくように響き、高橋の名前を呼んでいた。高橋さん、高橋さん。その声はまるで彼を誘い込むかのようだった。高橋は恐怖心を押し殺しながら声の方へと歩みを進めた。池のほとりに近づくと、水面に女性の姿がぼんやりと浮かび上がってきた。それは田中美奈子の霊だった。彼女はうつろな目で高橋を見つめ、口元には薄い笑みを浮かべていた。高橋は身震いしながらも彼女に問いかけた。美奈子さん、あなたはなぜここにいるのですか。美奈子の霊は答えず、ただじっと彼を見つめ続けた。突然、背後から冷たい風が吹き抜け、高橋は凍りつくような感覚に襲われた。その瞬間、足元の地面が揺れ、彼はバランスを崩して倒れ込みそうになった。立ち上がろうとする彼の前に、突然、複数の幽霊が現れた。消えない足音の正体だった。彼らは皆、過去の事故で命を落とした被害者たちであり、その顔は恐怖と苦痛に歪んでいた。高橋は一瞬、逃げることを考えたが、体は動かず、周囲の景色がぐるぐると回り始めた。意識が朦朧とする中、高橋は必死に公園から脱出しようとしたが、足はまるで地面に縛り付けられているかのように重く感じた。彼は声にならない叫びを上げ、手探りで道を探し続けた。しかし、公園はまるで迷宮のように彼を惑わせ、一向に出口が見つからなかった。高橋が恐怖と絶望の中で公園の奥深くへと進むと、ひときわ異様な雰囲気を持つ場所にたどり着いた。そこは古い祠の前だった。祠には古びたお札が貼られており、何かを封じ込めているかのようだった。高橋は祠の前で立ち止まり、震える手でお札を剥がし始めた。すると突然強い風が吹き荒れ、祠の扉が開いた。その中から現れたのは一人の女性の霊だった。彼女は美奈子ではなく、さらに古い時代の着物を着ていた。その霊は語り始めた。彼女の名は小夜子であり、数百年前にこの地で無念の死を遂げた女性だった。彼女は愛する人に裏切られ、池に身を投げたのだという。その無念と恨みがこの地に留まり、やがて他の霊たちをも引き寄せることになった。小夜子の霊は続けた。私の苦しみを解放するためには、真実を知り、私を供養してほしい。高橋はその言葉を聞き理解した。彼は小夜子の霊に対して真摯な謝罪と供養の意を込めて祈りを捧げた。すると小夜子の霊は静かに消え去り、風も止んだ。公園内の他の霊たちも次第に姿を消し、静寂が戻った。高橋はようやく公園から無事に脱出することができた。しかし、その体験は彼の心に深い傷跡を残した。高橋は後にこの出来事を記事にまとめ、真実を公にした。彼の告白は多くの人々の関心を引き、大池遊園の過去の悲劇を知ることで供養の手が差し伸べられるようになった。それでも大池遊園は依然として恐怖の場所であり続けた。
霊たちは解放されたものの、彼らの存在は人々の記憶に深く刻まれ、公園の夜には未だに何かが潜んでいるという噂が絶えなかった。高橋はその後も幾度となく公園を訪れ、そこで感じた恐怖と向き合い続けたが、それが彼にとっての償いであり使命であった。今回の動画はいかがでしたか？和歌山県の大池遊園の恐怖を少しでも感じていただけたなら幸いです。次回もまたゾクッとするような心霊スポットをご紹介しますので、お楽しみに。まだチャンネル登録をしていない方はぜひ登録しておいてくださいね。それではおやすみなさい。いい悪夢を。